アイドルグループババババンビ白色担当高梨るいです。こんにちは。るいが喋り始めたからポポちゃんがこっち向いたこっち向いた。おはようポポちゃん、みんなもおはよう。こっちを見られると追加でご飯をあげたくなってしまう。ちょっと食べる？あ、食べるね。よいしょ。こんにちは。るいは今日は早起きになんとか成功して、朝からよいしょ、今日の午後のレッスンの予習とかをしてましたが、もう本当に時間がさなくてさ、時間がなくて今日も顔出ししたかったんですけど、 TikTok もそろそろ載せるなくなってきたし、ハートラーナー、ハーメイク、ハーって思っとったらあっという間にレッスン時間になりそうで焦っております。こんな喋り方やけど焦っております。こんにちは。でもお昼やからみんながもしかしたら今なら昼間でも見れるよって人多いかなと思ってこの時間にしてみた。日番日お昼はそう12時のあのさやんちゃんのチェキも無事に買えました。ここ最近なんか先着失敗したことないかも、えらいかも。るい、そうなんです、先着20名のチェキ付きのお洋服を無事に買えまして安堵しております。安堵のるいです。なんで先着順のこと叩くって言うんやろうね。ルイこれだけはずっと謎なんやけど、何がさ語源になってるか知ってる人おる？なんで普通になんかバーンってする感じやから関係ない。叩き、叩くって言われるとなんかいつもお魚とかのさ、カツオの叩きとかのさ、あれが浮かんでしまうよね。なんでそうやって言うんやろ、オタク用語の一つだと思うんですけどバンみたいな、そういうことかな。謎。だとしたらルイは叩いてはないですね、あのスマホなんで押し押し、早押し、早押しです。パソコンは確かにバーンって叩く感じするかも、動作的に。靴穂の叩きの語源は全然気になってないよ、そっちじゃないよ。早押しクイズで速度で負けた時も叩き負けるって、あ、そうなん？押し負けるじゃないの？叩き負けるとも言うの？押し負けたはよく聞くけど、まあ、そんなのどうでもいいんですけど、なんか知らん言葉ってなんでって思っちゃうよね。よいしょ。では今日はそう、まだまだちょっと撮りたい動画とかいろいろあるので、そんなに長いことはできやんないけど準備をねしながら、よいしょ、喋ろうと思います。今日はそれはこの配信が終わったらのレッスンに行くでしょ。で今日は4時間
なのね。確か4時間ぐらいやったはず。レッスンして、レッスン終わったら、高校生の時から同じチア部で仲良しやった友達の、お家に遊びに行くのよ。それで一緒に夜ご飯食べようって言っとって、一緒にご飯食べて、でその子がなんか、もう多分もうすぐ結婚するんですけど、そのルイのお友達、そのなんか旦那さんの影響でポケモンカードを始めたみたいな、まだ旦那さんじゃないんやけど、おそらく旦那さんになる人の影響でポケカ始めたみたいなことを言っとって、だからなんか本当に結婚して本当に遊べんくなる前にポケモンカードして遊んでもらおうと思っていたんですけど、とったんやけど、ルイ、まあ、全然できないよね。どうしよう。しかもその子がさ、始めたばっかりっていうのがさ、どういうデッキで戦ってるのかも全然知らんくて、ポケモンカードって幅広いのね。なんか勝っただけでそのまんま始められるスターターデッキみたいなのもあるし、こないだみおちと一緒にやったやつ、なんか普通にも大会とか出てガチみたいな人は本当毎月毎月強いカードとかが変わるから、そう変わっていくでしょ。どんどんなんか変わって強いのにアップデートしていく人もいるでしょ。だからどういうデッキを持っていけばいいのかが全然わからんくて、聞いといたらよかったやけど、あっちもお仕事してるからさ、あんまり平日とかに LINE しても夜しか返せやんやん、きっと。そんななんかポケカの話でせっせっせっせとやり取りすんのもなーと思って、ルイが全然平日夜に LINE 見れやんからさ、お昼とかしか見れやんからとか思っとったら、もう当日になっちゃったね。どんなデッキ持っていったらいいんやろ。思いながら、とりあえず久々にポケモンカードを持ち出そうかなと思っております。毎月変わるの。そうなのよ。なんか毎月のように新しいカードが出るんやけど、その出てくるカードが、例えば水タイプで強いポケモンが新登場したら、まずはその水タイプのポケモンが一気に流行るでしょ。でもそうするとポケモンって弱点があるから、相性の強い弱いがあるから、その水タイプが、水タイプに効果抜群な、なんか電気雷系の技持ってるポケモンとか草とか、どれがちょっと弱点になってるかカードによって違うんですけど、その流行ってるポケモンに強いカードが今度は一番強くなって、あ、なんかピンポン来ちゃった。ちょっと荷物もらってくるわふ突然のピンポンピンポン、ちょっと待ってね。待ちです。なんやろ。あ、今なんかチャイム鳴らされ待ちしとったけど、ルイがあまりに毎度毎度置き配やから置いていってくれたような予感がする。ピンポンならへんお家の方のピンポン、ちょっといいや、多分いいやなんでしょうね。何買ったっけな。なんか買ったかな。
よし、というわけでちょっと、だから今日はレッスンの道具と友達に合うセットとなんかいろいろ持っていかなあかんのよね。メイク道具は置いていこう。メイク直しなんてしやんでいいやろ、そんな高校の同級生に会うのに。しやんでいいでしょ、どうせそんな写真撮らへん。アイドルの子とかと遊ぶとさ、やっぱりお互いに写真を撮ったりするから、結構ねそういう遊びに行くにもお化粧品、化粧直しを持って行ったりするんですけど、今日はお子は本当のガチガチ同級生なので、カードゲームガチでは毎月新しく買ってできず、これ直すんだね。そう、なんかいくつも持っとったりとか作り直したりする人も多いかも。 TDC の DVD と T シャツ届いたので仕事着にします。ありがとう、着て。お仕事着ていいの、なんでも仕事着にして。特別 T シャツなので、でかい。まあ普通に買えるの、なんか抽選に当たったら買えるんやけど、抽選自体はその一人一個とかしか申し込めやんから、まだあんまり買えやんかな。本当はもうちょっと欲しいんやけどね。そう、でもまあルイは超コレクターみたいなわけじゃないから、可愛いなと思うカードはいいの当たったらもちろん取っておきたいからさ、大事にはするけど、そのレアな高額カードがバンバン欲しい、そしてめっちゃ並べたいとかじゃなくて、ただ開けてわラッキーみたいなくじ引きがやりたかったり、あとは普通に対戦がしたいから、なんかそれぐらいの人はね、タリアンカードだけバラで買ったりしたらなんとかはなります。ゲームとしては全然遊べます。DVD についてくる T シャツ着ていいか一生悩んでる。嘘。着ないよ。なんで？着ないさ。T シャツは着るものなので着てください。たくさん。ぜひ。みえには生誕 T シャツで伺います。生誕 T シャツありますよねってどういうこと？どういうこと？生誕以降あるかってこと？生誕には出ますよ。でも10月やからね、類誕生日まだまだ先よ。ポケカ始めたい。一人じゃ始められやんよね、なかなか。うわ、ちょっと前髪切ろうかな、後で。前髪長くなってきた。今鏡見たら思ったより長かった。うん、しょ。よいしょ。よいしょ。どうしよっかな。何持ってこっかな。あ、そういうことね。凱旋で生誕が売ってるかと思ったってこと？そう、違います。ルイはお誕生日は10月24日なので、生誕イベントってお誕生日のお祝いなので、そう、きっとまだ公開全然されてないし、決定もなんならしてないけど、10月とか11月とか誕生日になるだけ近いあたりに生誕イベントはやります。カメックスまだデッキ作ってない。てかまだポケモンカード151、1枚も持ってない。類だってまだカード開けれてないもん、買えてないから。
受注で頼んだやつまだ届かへんからさ、いつ届くんやろあれ。そうだからまだです。それはさすがに全部シングル買い、シングル買いって言うんですけど、一枚一枚買うことを全部シングル買いすると結構な値段になってしまうから、って感じ。とりあえず開けてみてからかなって思ってる。なんか本当は今日遊ぶまでに新しいデッキ作りたかったんやけどね、作ろうと思えば今日ね、午前中なんとか気合で秋葉とか行ったら作れたと思うんやけど、やらなあかんこと多かったし、いやもうなんか友達の今のガチ度もわからんから一回やめとこうと思って諦めちゃいました。もはやどのデッキが今込めてるのかもわからへん。 DVD の副音声どんなんやっけ、どんな感じやっけ、何喋ったかもう忘れてしまった。受注8月ぐらいか、徐々に。あ、そうなんや、まだまだ先やね。あ、これでいいかな、これ持ってこうかな。何枚入ってるかな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,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 1,2,
ってました。キラティナ、キラティナのデッキ、なんかこれとかが、これとかが今は無難なのではないでしょうか。わからん、わからんけど、これ持ってこ、よいしょ。162日おめでとう、ありがとう。15分経ったのね、早い。1時になっちゃう。あ、どうしよう、2時には家出なあかんのに、もう本当に本当に時間がない。もう1日が足りやんよね。よいしょ。お仕事の皆さんは行ってらっしゃい。ルイもちょっと今日は友達に会うために頑張ります。レッスンも。そう、今日は和がいっぱい入ってるやつ。よいしょよいしょよいしょ。レッスン頑張る。今アイロンつけに行こう。応援してくれている。何を？レッスンを？レッスンを？さっきまで自分が何話しとったか一瞬で忘れちゃうからさ、たまにコメント欄見て、あれこれ何のコメントってなったりする。よいしょ。これはヘアアイロンの音です。ピピ、こんにちは、こんにちは。ちょっと置き配見てこようかな。
しょ。何これ、何これ、あ、あー、お洋服が届きました。これはちょっと開けたいな、今日着たいな、なんならレッスンに行くのに。この間お洋服見に行って、友達の友達の女の子がなんかブランドをね立ち上げたとかでね見に行ったの。したら T シャツが可愛くて注文したのがもう届いた。早くてびっくり。テープが剥がせやん。リスンでさ T シャツ着るからおうち T シャツでいっぱいになってきた。それでも新しい T シャツ欲しくなっちゃう。また写真撮ったら載せるね、インスタかなんかに。インスタで思い出した、インスタのさ会社から出た新しいツイッターみたいなアプリ SNS、 あれどうなんやろ、誰かやってない、まだ誰もやってない、昨日開始したやつ、なんて名前やって忘れちゃった、なんやっけな、でもアイドルさんとかがちょこちょこ始めました。スレッズ、それ、そう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 、スレッズインストールした。どう、スレッズ全然ルイのなんか見てるさ、ツイッター見てる限りやとやってる人ほとんどおらんけど、インスタグラムに共有してる人が多いよね、あれ。そう、インストールした、インストールするかちょっと迷ってるんやけど、スレッズのアカウントってなんかインスタと共同なんやよね、全く同じアカウントなんでしょ、ね、共有してやって、だからスレッズのアカウントをもし やっぱやめよう、消そうって思ってもなんかインスタごと消さな消せやんみたいなのを見て、えって思った。待って、バンビッコして始めた、そうなんや、知らんかった、本当になんで知ってんの。それバンビッコしてフォローしててスレッズやっとったら通知来るとかな、なんでルイも知らない情報を知ってんの。そしたらやってみようかな、別アカウント作れやんねん、一個のアカウントでやるみたいな感じやよね。いや、なんかしかも検索とかまんまできやんみたいな、ちょっと調べたけどさ、あ、そうそう、アカウントの検索はできるから、なんか自分の知ってる友達とかをさ名前入れて検索してフォローはできるけど、その、あ、今じゃあなんかあの、アンパンの情報が知りたいなと思って今アンパン食べたいからないけど、アンパンで検索とかはできやんのよね。アンパンのバズってる美味しいお店とかを見つけたくてもそれはできやんくて、アンパンって名前のユーザーさんが出てくるだけなんでしょみたいな。なんか本当にじゃあツイッターよりもさつぶやきに近い感じなんかな、ただ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 喋るみたいな、それともでもその中でもバズるとかもある、なくはないかね。なんかそれもやった方がいいんやったさ、知ってもらうとかいう意味でやりたいなってちょっと思うんやけど、あまりに何かわからんすぎて迷っている。ハッシュタグもないの、なんか全然あの
ひたすらつぶやいても、でもあんまりそのタイムラインをさ荒らしちゃうみたいなのがないんやろ多分。だから全然大したことないことでもツイートできるのは楽しそう。気になるよね新しい SNS 類でも、もう今手いっぱいは手いっぱいなのでいろいろやりすぎて、そうだから新しい発信ツールが欲しいなって気持ちは正直別にないんやけど、でもなんかいずれ必要になるなら今のうちやりたいなっていう絶妙な気持ち。スレッズ、なんかいいなと思ったら教えてここがいいよって教えて。今のところは何がそのスレッズの良さなのかが分からんから、わーい届いた T シャツ、やっと履けました。しっかり包んでくれていた。T シャツワンピ、早速インストールしようかな。本当にそんな試して、じゃあお試しして、ルイの代わりに。でも始めますってなったらまたインスタとかショールームとかでも言うから、その時は見守ってください。一緒にデビューして。よいしょ。写真が全部横並びになんのだけ見た。ザーってつながるみたい。あれ楽しそう。よいしょ。難しそうね。はあ、1時を回ってしまった。ちょっと今日はこの後いっぱいタスクがあるので、ルイは抜けます、消えます、去ります、なんていうの退散します。ルイが開いたショールームでルイが退散するのおかしいか。ランキング13位ケツネさん、12位ハヤト、11位ナオキチ、10位サノピアノ、9位ニャロメ、8位エノ、7位サニーハイランド、6位マサキ、5位シロップ、4位ブライアン、3位デボト、2位ヒロキュン、1位はタナマサ。ありがとう、散りましょうみんなでみんなで散りましょう。ねえ、1000万人が初日から始めたけどサーバーが落ちない、すごーい。確かにそう言われるとにゃん。それちょっと調べてみる。で、いいですよって言われたらもしかしたらやるかもしれんけど、どうかな。ほな今日も頑張ろうね。午後もありがとう。バイバーイ、おつぼんびー。